チャージーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CBR1000WR ですね。こちら2005年モデル SC57 という、ね、タイプの車両となります。もうご覧の通りですね、レプソルカラー、こちらね、一色に身をまとった車両ですね。カスタムポイントもね、何点かございます。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント周りからですね。はい、レプソルカラーのね、アッパーカールです。大きなね、カール割れ、そういったものもね、ございませんね。スクリーンもですね、こちら大型のスクリーン、変更されております。ちょっとですね、飛び石、ありますがね、走行機能上問題はございませんね。はい、ヘッドライト割れね、そういったものもございません。フロントの足回りご紹介です。フェンダー、こちらもね、大きな塗装剥げ、割れ、そういったものもございません。そしてね、オレンジのホイールです。大きなガリ傷ね、曲がり、そしてね、ブレーキはダブルディスクです。キャリパー固着、ローターサビ腐食ね、そういったものも出ておりません。ブレーキメッシュホース、こちらも採用しております。はい、そしてね、サイド回ってですね、カウルです。レプソルのね、ロゴをあしらえたね、カウリングです。大きなね、転倒によるカウル割れ、転倒によるね、傷、そういったものもね、ございませんね。そしてね、ご覧ください、このフレームとね、クランクケース、こちらもね、非常にコンディションいいですね。点サビ、白サビ、そういったものもね、出ておりません。はい、ステップですね。ベビーフェイスのバックステップ、こちら採用となっております。転倒によるね、ステップ折れ、曲がり、削れ、そういったものもね、特段ございません。はい、そしてね、リア締まりですね。フロント同様、オレンジのホイールです。大きなね、ガリ傷、そういったものございません。スイングアームなんかもね、サビ腐食、非常にね、少ないですね。インナーフェンダー、こちらもね、レプソルカラーのね、インナーフェンダーを採用しております。はい、そしてね、こちらの車両の特徴です。センターアップマフラー、いかがでしょうか。吉村のね、センターアップです。サウンドがね、非常に楽しみです。後ほどご紹介したいと思います。はい、リア周りですね。はい、こちら。非常に凛々しいね、姿となっております。タイヤもまだまだいけそうです。はい、シートです。シングルシートですね。はい、そしてね、フロントシートはこちら大きな傷、そういったものもね、破れもございませんね。タンクです。はい、こちらもね、レプソルのカラーリング、オレンジのタンクですがね、大きなへこみ、そういったものもございません。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですがね、大きなサビ腐食出ておりませんね。コンディションいいです。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。はい、出上がりいきます。はい、問題ありません。マフラー音です。いかがでしたでしょうか。センターアップの、ね、奏でるこの重低音のサウンド、吉村のサウンドが非常に気持ちよかったですね。サーキットよし、街乗りよし、オールマイティーな車両です。ぜひね、お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。